この光景を撮っておいてください。ケアンズに着いた一郎くんは午後から散歩に出かけました。とは言っても実はご覧のように取材陣のための散歩です。せっかくのお休みだけど1時間だけごめんなさい。今回のオーストラリアの目的はございますか？精神的リラックス。はい。結構伸びてできますか？できそうですか？できなさそうです。できなさそう。一郎ビジョアナ対談。今回毎日放送を代表する美人アナウンサーが一郎の本音に迫ります。よろしくお願いします。まずはですね、質問項目を簡単に答えていただける質問項目を作ってきましたので、はい、短くお答えください、はい、お願いします。朝はご飯ですかパンですか？ご飯。休みが取れたとします。温泉に行きますか南の島に行きますか？いや近くに南の島があればそっちです。なるほど。映画を見て涙を流したことはありますか？ないです。自分が嫌になったことはありますか？あります。天才と呼ばれることは嫌ですか？勝手にしてください。試合前に興奮して眠れなくなることはありますか？ないです。早起きは得意ですか苦手ですか？苦手です。変装して遊んでみたいと思ったことはありますか？あります。おお、変装ですか。、何になりましょう？人が必ず振り返らない。あの見ない怖い格好をしてみたい。怖い格好。怖い格好はでも注目を集めちゃうかもしれない。逆に見られる。いや怖い格好だったら見ないでしょ普通。あ、目を、なるほど、ね、あ見ちゃいけない。目を合わせちゃいけないって、なるほど。どこに行かれますかそう変装したら。いや三宮のセンター街ぶっちぎります。ぶっちぎりますか。なるほどね、見てみたいですね。見てみたいですね。空気を変えたいです。空気を。楽しみですね。それを見つけたら。別にやらないですよ。やらないですか。楽しみにしないでください。ああそうか。あとあのなかなかこうホッとする瞬間ってないですね。はい、はい、ホッとする時があるとしたらどういう時に一番リラックスしてらっしゃるんですか？部屋で一人でいる時じゃないですか。そうですよ。お部屋に入ってね、パタンとドア閉めて本当に一人っきりになった時って、どういう風に過ごしてらっしゃるんですか？いや外には見せられない自分がそこに。気になりますね。それは言えないです。うわこうおかき食べながら寝っ転がってテレビ見るとか。あ、食べながらってあんまりないですね。音楽聴きながら何してるかな。金魚に餌やったり。金魚。うん、可愛がってらっしゃる金魚が、名前があったりするんですか？ある。聞きたいですね。でも言えないんだから。言えないんだな。聞きたい。これは言えない。種類で言うと何金魚ですか？ランチュー。ランチュー。ランチュー知ってますよね。あの丸いやつ。こう背びれのないやつ。はい、可愛いんですよ。可愛い。以外どんな水槽に？三匹で。三匹にしたら広い水槽ですね。これぐらい。この上がこうピラピラっとなってる。あのここのおでこのところがボコボコボコ。はいはいはい。あれ可愛いんですよね。名前聞きたいですね。3匹の名前はその3人なんかちなんでますか？ランちゃん、スーちゃん、ミキちゃんで。そう、全然違います。違います。私たちが想像できないような名前。できないです。余計気になりますね。できない。できない。彼らはね、彼らはね、彼らはね、オスですか？そう、いや彼らも彼女らもいるんですけど、地震でも耐えて、たくましいですね。長生きしますよ。衛生なくたら絶対死なない。面倒見られない日って。でも遠征出てね、部屋に入るときはドキドキしながら入ります。元気かな。プクプク浮いてないから。いやでも本当元気で、そのお三方は。そう、元気なんですよね。まあね、ヒントとすれば、そうですね、
田中さんとか山本さんとかそういうニュアンスです。名字に。名字です。名字ですか。あの例えば仮に山田さんとしてね、山田君今日僕こんなことあったんだよとか話しかけたりしないです。そんな怪しいことはしない。そんな怪しいこと、うんうん、さっきおかきを食べながらは見ない、うん、テレビ見たりしないとかよく、うんうん、おかき派かケーキ派って考えるとどっち。おかきとケーキ、うんうんこれ饅頭入れてほしいですね。饅頭、まあ、あじゃあどっちみち甘い系そうですか、うん、甘いものはお好き。好きですよ。お好きですか、うんうん、待ってたんですそのことが。なんでなんで待ってたんです。すいませんお願いします。そこだけはちゃんと見てたんです。待ってました。やめてよって横山さんみたいなやつ、ねうん、お饅頭じゃないんですけど。じゃないんですけどね。近所で私がいつも美味しい美味しいと。これですよね。楽しくなるんですよ、このね、もうお好きなものをお好きなだけ。うわこれね迷うな。これかこれなんですよね。あそれかそれですか。理由は何ですか。フルーツですか、うん、あたり。なんかね柔らかそう。あ柔らかいのが好きなんですね。ですよね。でしょ。じゃあ2ついっときましょう。いや2つもいらない、はい、どっちいきますか。迷うねこれ。迷っちゃいますね。実はこの中にイチゴが埋もれてたりとかしますからね。でしょ、イチゴでしょこれ。隠し技が結構あるケーキなんですね。これクリームも見逃せないんですよね。あ、まあ、季節物ですからね。困ったねこれ。どうしましょうね。これだな。はい、ですか。じゃあ、お皿もで、はい、こちらで。これどこのケーキなんですか。これは豊中のね、どうぞ。美味しいケーキ屋さんなんですよ。本当？どうぞ。ありがとう。こうやって食べればいい。はい、もうそのまま。なかなか見られませんね。そうケーキを食べる。ケーキを食べる一郎さん。おいしい。よかったです。買ってきた甲斐がありました。ありました。うんうんうん。